雑な扱いというか、死体役でね、土下座ですよね。おはようございます、アンギラスさん。チャカ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 、映画の冒頭で気づくから、すぐ来るから。ノコギリで額を割られる。これね、今左にも表示してる2代目の可愛いマスコットアンギラスくんが受けた不幸ですけどもね。まあこれね、ノコギリ言うてもその、いわゆる人間が使うようなね、その、両手で持ってギコギコ引くような、いわゆるノコギリではなくて、回転ノコギリ。あれなんて言うんですかね。スーパードンキーコングに出てくるスピナーみたいな。わかりますかね、ね、当たると死ぬやつね。直視するやつなんですけど。まあ、あんな感じのやつがですね、ガイガンという怪獣の腹についてまして、それによってですね、額をもうパックリと、ざっくりやられるという、目に遭っております。まあ、これに関してはね、さっきも言った通り、自分から突っ込んでいってるところがあるので、まあ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 、自己責任じゃないっていう。多分、労災は出てないと思いますね。東方の方からは。自分でやったんでしょっていう感じだと思います。まあ、それからですね、顎を裂かれる。ゴジラ対メカゴジラにおいてですね、負った怪我でございます。まあ、こう見るとね、やっぱこう、怪我が多いです。アンギラスくん。まあ、ゴジラさんも結構怪我はしてますけど、まあ、主役だからっていうのはね、ありますから、まあ、登場回数も多いし、仕方ないかなと思うんですけど、アンギラスくんはね、まあ、登場数、まあ、なんていうんでしょう、ゴジラに比べると若干ね、ゴジラに比べたらそんなに出てないにもかかわらず、怪我する率が高いっていう、なんか、なんでしょうかね、亀型というか、ガメラとかも結構ね、怪我しますけど、いかにもこの防御力が高そうな見た目をしているばっかりに、ね、ついついこの、ダメージを負わされてしまうというか、狙われがちなんですかね、きっと。しかもその、守られてない頭周りというかね、もうだって、首いかれてね、で、ノコギリで額いかれて、顎なんか裂かれてるからね、ね、まあそれくらいの、まあ苦労が多い不遇怪獣っていうことですよね。まあそれからですね、こちらですね、サッカーボールにされる。まあ、これ、誰かっていうと、ちょっと戻りますけど、ね、彼ですね。彼がサッカーボールにされました。はい。まあ彼はですね、やっぱインテリなね、だけあって、新技とか開発してるんですよ。彼は。アンギラスボールというですね、体を丸めて敵に体当たりするという、ね、非常にアグレッシブな攻撃をね、考案したんですが、ね、まあね、すでにこのボールっていうね、名前から若干嫌な予感がね、しますよね。まあ、何されたかっていうと、その後、ボール状に丸まった後ですね、キングシーサーというですね、怪獣に蹴飛ばされ、まあ、ボールのようにゴジラに向かってシュートされてしまうという、非常にね、なんでしょうね、雑な扱いというか、ね、いわゆるサッカーやろうぜ、お前ボールな状態になってしまったわけですね。まあ、そういうね、劇中でも結構苦労が多いですよ、アンギラス君。まあ、実際メタ的な話で言うと、結構ね、その、昭和以降、昭和の時代に最後に出演したのがゴジラ対メカゴジラ。まあ、この顎が裂かれた時のね、映画ですけど、それ以降ね、なかなか出演作に恵まれないという時期がありまして、まあ、言うてもその、何回かね、出演案みたいなのはあったみたいで、東京 SOS とかね、キリュウという、まあ、メカゴジラなんですけども、そのキリュウ出演作である東京 SOS に、まあ、死体役でね、ゴジラにざっくり首いかれた、結果死んでしまった役として出るみたいな話はあったらしいんですけど、まあね、ちょっとそれは差し替えというか、まあ、カメーバーというね、別な怪獣になりまして、出演見送りですとか、あとまあ結構主要なね、登場人物として、
もうゴジラの仇役としてね、出るみたいな話もあったらしいんですけど、どこが行ったんですかね、その映画会社の偉い人が行ったんですかね。いや、数字取れる？客入る？それみたいなことがあって。じゃあ客入るモスラにしましょうよ。ギオギドラとか呼んじゃいます。ね、みたいなね、話もあったみたいですから。ね、まあ、ファイナルウォーズでね、最後、出番があって、ね、ちょっとまあ、ね、サッカーボールにされちゃったよなんて言い方しましたけど、まあ、美味しいですよ。美味しい役どころじゃないですか。ね、結構そういうところももらえてるので、まあ良かったかなとは、ね、思うんですけれどもね。まあね、僕がそもそもなんでこう、アンギラス推しかっていうと、結構ね、すごいんですよ、アンギラスくんって。ね。まあ今までのところね、聞いていると、なんだろう、ちょっとこう、日陰者みたいなね、印象を受けるかもしれませんけど、結構すごいんです。なんで、まずね、東方怪獣と言ったら超フル株ですよ。ね、ゴジラの次ですから、言ってみりゃ。ゴジラ2作目、ゴジラの逆襲において登場した怪獣ですからね。だから、ゴジラの逆襲って、モスラとか、ラドンとかっていうその、ね、最近もね、アメリカデビューしたりなんかしてる。そいつらよりも前の作品ですから。デビュー先なんですよ、この人の方が。この人っていうか、アンギラス君の方がデビュー先なんです。だからもう、楽屋とかであったら挨拶される立場ですからね。うん。みんなペコペコしますよ。ゴジラの一個下なんだから。ね。うん。多分、キングギドラあたりは若干アンギラスのこと舐めてるでしょうけど。ね。うん。フル株ですからね。もう、全然あれですよ。ビオランテなんかもう、頭下げて土下座ですよね。おはようございます、アンギラスさん。本当だったらね、ガイガンとかメカゴジラとかもね、だいぶ後輩ですから、ね、そんな大先輩に大怪我を負わしてるわけですからね、それぐらいのね、超フル株だっていうことです、ね、そしてなんといってもゴジラ最初の対戦相手だっていうことがね、これはもうもっと世間にね多く広まってほしい、なんか、まあもちろんゴジラ好きな人からしたら常識だと思うんですけど、多分ね、世間一般の人ってね、ゴジラと最初に戦ったの誰だと思うって言ったら、キングギドラとか、まあモスラとか、あの辺をね、上げてくる気がするんですよ。いや僕は別に聞いたわけじゃないので分かんないですけどね。うん。でも違うんだよと。最初はアンギラスなんだ。こいつなんだっていうところをもっとこう、ね、世間に広めて、欲しい広まってほしいですね。まあ、さっきも言いましたけども、ガチファイトですから。今までというか、まあ、それ以降のね、怪獣プロレス風ファイトとは違いますからね。ぜひともね、見てほしい。独特のチャカ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 動く、戦いっぷりね。ぜひも一見の価値ありですから。ぜひともご覧いただきたいと思います。そしてですね、空気読めますね、アンギラスくん。やっぱり。やっぱね、映画とかでさ、こう、新しい悪役が出てきたときに、こう、まずはね、その力を示してくれるやつをぶつけるみたいな、やつ、ね、あるでしょ？まあ、かませよ、うん。かませ役がね、うまい！やっぱり、アンギラスくん。まあ、何度も話に出してる、その、ゴジラ対メガゴジラの中でもね、いち早く駆けつけてね、もう、いい化け方をするんだ、ここのアンギラス君が。うん。周りのね、人間がこう見てる中でこう、いい負け方をする。ゴジラ対ガイガンとかでもね、まあいいね。こう、ね、相手のね、お腹のその回転のこぎりっていう武器を紹介する役目もしつつ、さらにこう、強さも示してくれるっていうね。怪獣送信劇なんかでもこう、キングギドラの首に噛みついたはいいけれども、そのまま、ね、キングギドラが空に飛び立ってしまって、ね、そのキングギドラのパワーの強さも演出しつつ、っていう、このギドラの首にぶら下がるアンギラスくんっていうね、いい絵も撮りつつっていうね、これはもう、熟練の技ですよ、やっぱり。ね、だ、やっぱりそのゴジラの逆襲の時にね、その、ちょっとね、ムービーショーだということを忘れてね、本気のガチファイトを
やってしまった反省もあるのかもしれないですね。演出論とか学んだんでしょ、きっと。本とか読んで。うん、あ、ここで、こういう風に動けば、ね、あいつが生きてくるしっていうのを、いろいろね、学んだんだと思います。そういう意味でね、まあ、空気が読める。いいですね。そう、言ってみれば、その、モブじゃないんだけど、まあ、主役級ではないっていう、ちょうどいいんですよね、強さが。なんかその、ショッカーとか、仮面ライダーでいうところのね、ショッカーとか、あとまあ、最近やったキングコング、あの、ドクロ島の巨神に出てくる、あの、スカルクローラーみたいな、あいつらよりは多分強いですよね、きっと。ただまあ、主役張るような、あるいは、あるいは仇役張るようなやつと比べると、若干っていう、この、いい塩梅の強さ。これがね、ちょうどいい。本当にちょうどいいと思います。いいです。やっぱ映画には欲しい。いて欲しいですよね。それからですね、やっぱニセゴジラにすぐ気づいたってところが僕は結構ね、好きなんですよ。もう散々言ってますけど、ゴジラ対メカゴジラですよ。ね。アンギラス君ね、出番少ないけど、ゴジラ対メカゴジラでの、ね、活躍というか、見どころすごいですから、やっぱり。ね、このニセゴジラっていうのは、まあ、ゴジラ対メカゴジラの中で、メカゴジラがですね、ゴジラに扮してというか、化けてですね、出てくるんですよ、最初。でね、もう、明らかにね、この映画見てる側からするとね、違うんですよ。吐く光線とか色違うし。なんか泣き声なんか全然違うんですよ。もうなんかシーンによっては見た目も違うしね。ところどころそのアトラクション用のスーツを使ってるカラーらしいんですけど、ね、見た目も違う、構成も違う、泣き声も違う。見てる、映画見てる側からしたら全然違うじゃんってなるんですけど、まあね、映画の中ではその人間たちは気づかないわけ、全然。なんでゴジラが今現れて、街を破壊してるんだみたいなことを言うわけです。あの、当時のゴジラ、やっぱ、人間の味方的なポジションですから、ね、困惑してるんですけど、もうアンギラつくのはね、早い気づくのが、映画の冒頭で気づくから、すぐ来るから、もうお前違うだろうと、ゴジラじゃねえだろうみたいなことを、すぐに来るんですよね。ただ、すぐに気づく割にすぐ負けるんだな、これが。ここが、もうちょっとだったねっていう、頑張ったんだけど、ね、もうちょっとだったね。まあ、それでもね、その、ニセゴジラのこの皮膚をちょっと剥がしてね、金属の部分を出すっていう、その、仕事もしてますから、やっぱりその空気読めるんですよね。空気が読めるというか、まあ、台本に都合よく使われてるとも言いますけど、やっぱそこら辺がいいんですよ。そういうね、アンギラス君、いろいろね、活躍ぶりもありますけども、ね、ぜひともね、今後、まあ、ゴジラ映画、どうなるかね、わかんないですけど、他のね、昔出てたアンギラス君とか、そういう他の昭和時代に出てた怪獣とかにもスポットが当たるようであれば、ぜひともね、アンギラス主演映画、ね、空の大怪獣ラノみたいな感じでね、ボーリューアンギラスっていう感じでね、一本、まあ、ネット配信とかでもいいんで、ね、ドラマとかでもいいですね。全12回とかで、ネット、なんちゃら限定配信ドラマみたいな感じで、ボーリューアンギラス、全12回みたいな感じでね、やっていただいてもね、僕は見ますよ、絶対に。12回くらいいけるでしょ、アンギラス君主演で。ね。なんか、困ったらなんかグルメ会とか出したりとかしてね。なんかそういう、お色気会とか。なんか、シタノザウルスとのキスシーンとかね。そういうのでいろいろ、膨らみますから、話はいくらでも。ね。ぜひともこの、新作でね、アンギラス君が出てくれればいいな、なんていうふうに思っております。というわけで、最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。まあ、こんな感じで次回もですね、僕が好きなゴジラ怪獣いろいろ紹介していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。